皆さんこんばんは、常年司の経済ニュース最前線。はい、ということで今週も始まりましたけれども、はい、今日はね、盛りだくさんなんですよ。盛りだくさんなんで、はい、もうすごいあるんで、はい、もうめっちゃ早口で、巻き巻きで、巻き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 、うわーってこう、もうただでさえ早口です。もう何言ってるか分かんないぐらいだけど、うわーってこうやろうかなというふうに、思ってるんですけど、はい、まずはね、昨日和田政宗さんがブログで指摘したですね、例のあの森友学園文書改ざん問題、の件の続報が今朝朝日新聞出たんですけど、この続報はですね、はっきり言って何が書いてるかさっぱり分かりませんでした。大体構造分かったんですけど、うん、どうもね、決裁文書って1個じゃないのね、うん、価格決定に関するものとか、はい、契約に関するものとか、こういろいろ連なってるらしいんですよ、うん、でしかも最終的な決裁を取る前に稟議書なんでいっぱい案が出んのね、だからいろんなバージョンがあるらしいの、普通そういうもんですよね、お役所の書類なんて。そうなの。たくさんありますからね。はい。なので、で、和田さんの、まあ、一応提起した疑惑っていうのは、疑惑というか疑問っていうのは、朝日新聞は、その、価格決定に関するものと、はい、それからその、契約に関するものと、どうも取り違えて、もともと違う文書を書き換えられてるって勘違いしたんじゃないのっていう疑問が提起されたんですよ。はい。そしたらその日の夕刊で、毎日新聞の方の夕刊で、はい、違う文書があるってことを、が、まあ、出たんですよね。要はその決裁文書は1個じゃなくて、はい、前に情報開示した文書があって、はい、でそれにはこんなこと書いてあったと、はい、でそれはね、なんか一応論点がなんかちょっとまたおかしくて、うん、特殊な、事情って書いてあったらしいの、ね、でその特殊な事情っていうのが首相の忖度だろうとか言って盛り上げようと思ったんですけどなんか逆にですね、その決裁文書って実は1個じゃないんだねってことを毎日新聞が書いてしまったので、はい、これ何、もともと1個じゃなかったのと、はい、要は1個の文書がもともと正しい文書があって、で国会で、はい、配ったのが改ざんされてたっていう話だったんですけど、どうもそもそもなんか決裁文書と名がつくものはどうも1個じゃないと、でなんか自由党の森友子さんがなんか3つあるとか言ってんでしょ、じゃあ2個違う文書で1個はじゃあその決裁前のやつじゃないみたいな、あの議論も成り立つわけなんですよ。で本当だったら朝日新聞は、自分が持っている文書と書き換えられたっていう文書を比較して、ほらここ違うでしょって証拠出せばいいのに出さないのね。それはね、出さないです、ね、そうなんですよ。で取材権の取得とかね、わけわかんないこと言ってるやついるんですけど、だって取材権は取得して証拠はだって出せばいいじゃん、なるほど、でしょ、大体だってさ、あなたはあの犯罪者ですかってこう追及するときに、そんなことを言う人の方に立証責任があるに決まってるじゃん、はい、ね、犯罪者ですかって言われたら、言われた側が潔白であることを証明しなきゃいけないって、これ毛沢東の左門ですよ、共産主義方式を、なるほど、基本的には朝日新聞側にまずは立証責任があるんです、最初に言う人にね、はい、だってそうじゃないと桜林さん宇宙人でしょ、え、なんで分かったんですか、えそういうやり方じゃないですね、そう、はい、宇宙人でしょって言った時に、宇宙人じゃないことを証明してくださいと、で宇宙人じゃないことが証明できなければ、あなたは宇宙人だって言うと、これ魔女狩りですよね、中世の魔女狩りってそうでしょ、魔女だってこうなんかほらね、疑いをかけられたら、ね、はい、あのなんかぐるぐる巻きに縛られて湖に落とされて、上がってきたら魔女で死んだら人間みたいな、どっちにしろ死ぬじゃんみたいな、話になるので、こんなまあ悪魔の証明なんですよ基本的には、まるでないことを証明しなきゃいけないということは非常に難しいんですよね、なので朝日新聞が最初からですね、証拠をきちっと出せばいいのに、文書を入手したじゃなくて確認したって書いてあったり、まあいろいろその辺が問題で、まあここはちょっと高橋陽一先生と詳しく動画を撮りましたので、そちらをご覧いただいて、朝日新聞の前科から考えると今回ちょっと危ないねえなとだんだんね、雲行きが怪しくなって思っているんですけど、まだでも朝日が文書を持ってるっていう可能性はですね、宝くじの一等3回に連続当選するぐらいの確率ではあるのでゼロじゃないですから、いや私としてはね、朝日新聞に頑張ってほしいんですよ本当は、だって財務省解体じゃないですかこれ、文書本当に偽造してたら、なんかあのスタンプラリーなんで、あれ稟議書なんでね、要は8人ぐらい、犯行みたいなね、全員が関与して組織的関与しない限り、なかなか偽造って難しいんですよ、だからそれをもし証明できたら財務省に大ダメージでしょ、そんで増税止まりますかねって高橋先生に聞いたら無理じゃないって言われたんですけどそれでも財務省に一矢報いてほしい頑張る朝日新聞って思ってるんですけどね、はい、残念ながらちょっとどうかとね、その辺はよくわからないですね、はい、あとまあこれに関連してですね、職員の方がなんか自殺したという未確認情報が今入ってきてます、はい、まあ、あのご本人あの本当にね、亡くなった方には心から哀悼の意を表したいと思いますが、とはいえ朝日対財務省というこの問題は続きます、はい、はい、なのでこの点についてはですね、まだまだ戦いが続くということで、ウォッチしていきたいなと思います、はい、はい、でね、それからあともう一つ、あの財務省といえば日銀、ね、日銀といえば財務省、なんか意味わかんないですけど国会同意人事が今度あるんですよね、はい、あの、政府副総裁なんですけれども、なんと立憲民主党がですね、雨宮副総裁にだけ賛成して、なるほど、で黒田再任と若田部副総裁には反対したそうなんですよ、はい、でこのニュースを見てバカだな立憲民主党はと、
相変わらず緊縮慢性かと、要はその3人の中で最もその緊縮派と見られているのが、はい、雨宮さんなんですよ、日銀プロパーの、ね、はい、バカだなって思ってたら、うん、実はねこれはね違う見方があるそうです、うん、あ、そうなんですか。ある人からちょっと電話がありまして、はいはい、まあ、そのある人ってのは誰かっていうとね、まあ、倉山充なんですけども常念さんそれは違うんですと電話がかかってきて、はい、何言うのかと思ったら、あの黒田さんがね2年か3年ぐらいで辞めて、うん、で副総裁の雨宮さんが昇格するっていう噂があるんですよ、この日銀総裁人事には。はい、だけど雨宮昇格ってなった時に、本当にそれでいいんですか、立憲民主党が賛成した唯一の副総裁ですよと、はい、あの人事でと、はい、そんなやつがなっていいんですかって議論が出てくんじゃないってくらい、確かにそうだなと、よく考えてみたらね、閣理昆太郎っているんですよ、閣理昆太郎、通名河野龍太郎ってやつなんですけどこいつがですね、はい、まああの、まあ、風緑ですよ、昔はリフレアみたいなこと言ってて、うん、途中から日銀に心を打った風緑みたいなやつなんですけど、こいつが日銀審議員に、候補ねノミネートされた時に大反対運動を起こしたんです、うん、我々、はい、まあ、あのクライマジックの皆さんにもご協力いただいて大反対運動をしたんですけど、この時に河野龍太郎を否決、まあ、否決されたんです、参院で否決されたんですけど、否決された理由は河野龍太郎は事業仕分けに関わってたやつだと、これがねもう決定打だったらしいんです。河野龍太郎がもうデフレ慢性のやつだとか、あのなんか裏切り者だとか、その全然どうでもよくて、そうじゃなくてあいつがその事業仕分けやってたやつだって、もうそれだけでそんなやつ入れていいのかってことで自民党は反対票を投じて、当時あの参院がねじれてましたから、はい、あの参院の同意人事で否決されると衆院でいくらあの可決してもダメだったんで、それであの、まあ、河野龍太郎というか閣理昆太郎はですね、大気圏突入の時にね、アメミヤー、あ、間違えた、アメリヤー、まあ、どっちでもいいんだけどそう叫びながら、まあ、そのまま、まあ、自民党もそういうとこありますから、そう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 、そのままもう大気圏、はいはい、で突入でそのまま消えたと、蒸発したと言われてるんですけど、はい、今いるだからあの河野龍太郎なんなんでしょうね、うん、ラウール・クルーゼみたいなもんですかね。クローンの可能性ありますね。あ、はい、クローンですか。はい、まあまあそんな感じなんですよ。はい、なので、まあ、あの雨宮昇格を、阻止する、まあ、一つの口実になるかもしれない。立憲民主党が唯一賛成したっていうのはね、はい、可能性あるかなと思います。はい、はいはい、次のニュースいきます。はい、次。次じゃん、考えてるい、ね、はいはい、考えてる、はい、5月に米朝首脳会談、ねえ、やるんですかね。いや、これ朝ね、CNN 見たら今日もこれで持ちきり、持ちきりでね、ホワイトハウスでね、会見したんですよ、はい、ね、ホワイトハウスでね、韓国のね、チョ・ウィヨンというですね、うん、大統領府安全、国家保安室長かがホワイトハウスで会見して、でそれが何回も流れてます、はい、でこれ韓国側が一方的に発表してるのかなと思いきやですね、サンダースアメリカ大統領報道官も同様の内容を発表したということで、うんうんうん、もうこれ裏取れちゃいましたので、うんうん、やるみたいですね。もういずれにしても対話はしなければいけないわけですから、はいはい、しかも5月です、はい、まあ、5月までにということで言ってるんですよね。なるほどね。まあ金正恩としても、はい、トランプ大統領このまま何もしないで、うん、今年過ごすわけにはいかないだろうということで、うん、まあ、そういう誘い水っていうのも、はい、一つあるんじゃないかなと思いますけど ね、 ね、これね見方が結構分かれてるんですよね、早稲田の重村さんあたりは、はい、あの北朝鮮の外交は完全に失敗したと、うん、見てるのに対して、まあ、東京新聞って言っていいのかな、まあ、一応東京新聞の長谷川幸宏さんは、もう北朝鮮は何も譲歩していないというふうに言ってて、いろんな情報が錯綜しますが、これはどう見たらいいか。いや、全く変わってないと考えた方がいいと思いますね。で変わりようがないですし、北朝鮮の言葉も一つ一つ拾ってみれば、はい、自分たちだって核開発やめるって言ってるわけではないわけですよね。核実験と、核実験はしないとは言いました。まあ、その間でも核開発をやめるとは言ってないですよね。対話をしている間は、はい、とか、あの、あと、まあ、そうか、ミサイルは撃たない、まあ、そこちょっと厳格に見ていかなければいけないと思いますし、はい、まあ、全く嘘を言う可能性もありますし、はい、なので、まあ、そういう北朝鮮劇場にね、はい、一つ一つはお付き合いして、はい、あの行くべきではないとは思いますね。まあ、あのムンジェインがこの罠にはめに来たみたいな感じになってません？なんかね、ぶっちゃけて言うと、とんでもないな、なんかプロデューサーみたいな ね、 あの演出家みたいになっちゃってますけれども、ね、ね、はい、状況変わってないと思いますし、これからも変わるつもりがないと思いますよ、はい、一応ね、この日経新聞の記事によると、はい、トランプ氏は6日、北朝鮮が非核化に向けたアメリカとの対話に意欲を示したことについて、北朝鮮は真剣だと思うと一定の評価を示していたが、米朝対話については北朝鮮の出方を見極める考えを示していたそうです、はい、2日前までは、はい、あ、3日前までか、3日前まではそうだったんですが、まあ、あの今朝未明ですね、うん、まあ、やるということになったみたいですね、はい、ただこれで決裂するともう終わり、
まあ、そうですか。どういう、まあ、交渉が成立するのかっていうところなので、はい、まあ、対話自体は、ね、いつかやらなきゃいけないともずっと言ってるんですけれども、うん、ことなので、なるほど、はい、で6カ国協議っていう枠組みがもう崩れたので、そうすると6カ国協議だとまたチャイナも出てきて何も決まんないってめんどくさいでしょ、うん、そうですね。だけど米朝直でこれ対話するということなので、はい、おそらくまあアメリカとしては非核化っていうのが条件でしょうね。そうですね。だからそのミサイルの開発実験ですね、はい、まあ、そこにはもっとアメリカの方はセンシティブになってますから、だからむしろ逆にですね、その核はね、まあ、いいだろうみたいな話になると、これはこっちに、うん、日本にとっても非常に都合が悪いわけですから、アメリカでも非核化っていうふうにこう拳振り上げたんで下ろせないと思うんです。で、もしね、もちろん、はい、むしろね、僕私ね、問題だと思ってるのは、非核化いいですよと向こうが飲んだ上で、朝鮮半島を非核化しましょうって言ってくる可能性あるんですよね、はいはい、そうすると在韓米軍撤退みたいな、そうですね、はい、そっちのカードの方が怖くないですか。それがやっぱり一番懸念材料になると思いますね。ですよね、はい、で在韓米軍撤退ってことになると、これアメリカも飲めないですよね。まあいいですよ、じゃあ在韓米軍に核を持ち込まないということにして、で日本は非核三原則変える、まあ、いずれにしてもその非核化っていうことになると、向こうもじゃあ代わりにあの、ね、交渉ですから、で私がじゃあこれだけ引くんであなたも引いてくださいみたいなことになりますよね、はい、で長谷川さんはそれがあるんじゃないかっていうことを懸念されてましたね。まあ、アメリカとしてもすでにあの、はい、在韓米軍というのは縮小してますしね、はい、あそこからまあ引いても、うん、あのまあ、いいということになりかねないですよね。あ、まあ、ただね、これあのいわゆるこのトラップワイヤー理論というやつで、あの少ない戦力を残しておきますよね、でそれがもしその敵に攻撃されて全滅したような場合には、まあ、その全滅した人はかわいそうなんですけど、でもそれは全滅したことをもって相手をその非難して、で国際協調で叩き潰す一つの大義名分になりますよね、だからよくその沖縄の海兵隊は戦力としてどうのこうのっていうアホがいるんですけど、あれ違うんですよ。沖縄の海兵隊戦力少なくても、あそこもしチャイナの海軍が包囲して、ね、あの沖縄の海兵隊が全滅するような事態になったら、アメリカ全力でチャイナに反撃しますよね、だそういう意味で言うと韓国からアメリカ軍が引いてしまうと、そのアメリカのトリップワイヤーみたいなの外れちゃうわけなんで、はい、そうすると韓国ピンチですよね。いや韓国はピンチだと思いますよ。でも本来はね、でも韓国そんな危機感全然ないんですけど、そこがちょっとおかしいわけですよ ね、エリンギがだってほら、韓国には、あの核兵器使いませんとか言ったら、それで終わりじゃないですか、ね、一番そこがおかしいところですよ ね、はい、ね、そういうことですね、はい、じゃあ次、はい、もう時間ないんで次いきます、はい、はいはい、忙しい、はい、これです。じゃーん、安倍総理がなんと4月訪米、ということです。だからトランプさんが北朝鮮に行く前に、はい、っていうことなんだと思いますけどね。あ、大丈夫ですか、なんか喉が。すいません、はい、発症、発症してきました。発症しました、ね、噛まれて、今日噛まれてきましたね。噛まれてます。朝ちょっとね、はい、あの MX 出てきたんですよ。あ、その時噛まれたんですか。なんかそれ以来ちょっとおかしいんですよね。あ、MX ね、懐かしいですね。この間出てたじゃないですか。あ、一応3月いっぱいは MX に入れるらしいんですけど、はいはいはい、まあ、その件もね、ちょっといろいろ言わなきゃいけないんだ。あ、そうそう、いろんなにね、そう、それ一応書く予定なんですけど。あ、そうですか。まあ、はい、あ、そう、あの虎ノ門ニュースでいっぱい言ったんでいいんですけど、ニュース女子って MX が作ってた番組なんなんでしたっけ。はい、いや、違います、ね、違いますよね。そうね、まあまあそれだけでも終了ですよ。晩飯が終わると、というかもうお前なんかに売らねえっつって言って、あの DHC が広告もろとも撤退するわけですよ、 MX から。すごいダメージ、ね、それをなんで放送打ち切りっていうふうに書くかな、朝日新聞。だから朝日新聞信用できないんですよ。はい、だ今回のだからね、森友学園の問題また戻っちゃいますけど、本当にその改ざんをね、示すような証拠を持ってるんだったら、まずそれを出してもらって話しないと、話しないと。朝日がマイナスからスタートなんだぜって話ですよ。お前らもうさ、ヤンフとそれから吉田長州って2回やらかしてんだからと。いや、でも朝日新聞これでまたやらかしたら、もう本当ちょっとですよね、救いようがなくなっちゃいますね。だって実はその間に安倍晋三記念小学校でもやらかしてるわけですから、大ダメージでしょ。嘘の新聞でやると出ますからね、予測変換でね。いや、でいや、そうなんですか。いや、そうだよ。いや、だからもうあっちの方がマイナスのスタートなんだから、もう今回絶対違いますよと先出ししなきゃダメよ、どう考えても。でそれをまたあの吉田調書方式で要はその証拠が今知見にあるから絶対出ないだろうって踏んでると思うんですよ、はいはいはい、でもね、多分私ね、政府があの原本還付を請求する可能性があると思うんですよ、はい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 、で原本還付されて入って出したら、朝日が持ってると違うってなったらアウトですよ。
ね、それがあの継ぎはぎだらけの文科省の文書ありましたよね、はい、あれもすごい偽造されてるってことで後で話題になっちゃいましたけど、うん、PDF のこうかけらがいろんなとこ散りばめられてる、はい、あんなことになってもまた大変でしょ。ですよね、うん、だからあの間違いのないようにこういうの入手したんだけど合ってますかぐらいの感じで引き気味に出しておけばよかったのに、うん、バカですよね。まあでも仮にこれ本当だった方が僕はいいと思ってるんで朝日頑張れって感じなんですよ。もうなんか分からない。いやいや、そう本当そう、敵の敵は味方なんで、もう財務省もこれでやっつけてくれっていう思いもすごい強いんで、だからどっちが勝ってもいいんですけどね。はい、でもまあなんかちょっと朝日がすごい今分が悪いんでちょっと頑張れ朝日っていうことなんですけど、でまあ安倍総理が訪米ですよ、はい、まあおそらくその米朝首脳会談の前にトランプ大統領と調整するわけでしょ。まあ、安倍総理のもう外交力っていうのは今結構委ねてるところが多いですよね、日本はね。なのにね、もう国内はこんなくだらねえ問題ね。そうなんですよ、ね、でもね、意外となんかテレビとかの扱いは今回大きくないような気もするんですけどね。どうですかね。あ、やっぱりちょっと信憑性であれがあるんですかね。朝の番組とかね、たまにまあテレビついててちょろっとだけ見るんですけど、前のその安保法制の時とかそういう時っていうのは、まあ、必ずっていうぐらいちょっと目に留まるぐらいはやってたんですけど、今回のはちょっとインパクトに欠けるのかな、うん、この改ざんの方ですか、うん、改ざんちょっと微妙かなと。なんかね、あの報道ステーションもね、あの木曜日の報道かなりなんかちょっと微妙だったんですよ。で NHK もね、どうもこの問題からちょっと撤退をし始めた感じもしてて、はい、で論点が今なんか映ってるんですよね、特殊性っていうことでギャーギャー言ってるんですけど、はいはい、特殊性ってそれあれですよ、あのゴミが埋まってるっていうものは、いわゆるその貸し担保物件の特殊性って意味で、普通不動産業界ではね、特殊、特記事項みたいにして書くので、はいはい、これもまたエレミスリードになる可能性もあったりして、だから本当はこっちを頑張ってほしいんですけど安倍総理は。本来ですね、国内そんなしょうもないことばっかりやってると、国益にもこてる直結ですよ。あの南スーダンの日報問題の時も、はい、なんか内部文書だと言われるものが出てきたりとかしてたじゃないですか、はいはい、であれって結局それが本当なのかどうかっていうことは検証されないままに、はい、されてないですよね。だってあ、そうだ、確かに誰も本当かどうか知らないですよね、はいはい、本当だってことで出てますけど、はい、その証拠も何もないわけじゃないですか。でなんかそのまま終わっちゃってますけど、あ、だから結構そういうもんなんですよね、放送しちゃえば。なんかあれでしょ、陸幕の方で把握してた、なんかその業務連絡みたいなやつなんでしょ。あ、そう、日報自体はですね、本当はでもあれコントロールしてるのは倒幕の方なので、いや、実際は関係ないとは。でもね、それはちょっと違うんですよ。え、運用は倒幕がやってますけど、そういう管理 自体は陸幕がやってる、まあ、ここはまあ非常に一般の人にも分かりづらいことなんですけども、倒幕は関係ないですから、もともと。あ、そうなんですか。もともと関係ないです。あ、はい、だ今回の、ね、文書問題もまさにそれで、こういうのに対して足引っ張る動きで、そう、もう習近平大喜びだなと思って見てるんですけどね。どうするのかなと。あ、やべえ、もう時間なくなってきた。あ、ごめんなさい。はい、次です、はい、最後これです、はい、じゃーん、やっと最後のことだ。 TPP11 署名ということで、3月8日おめでとうございます、成立です、うん、ということで、国体はどうなったんですかね、国体が、破壊されるとか、日本は終わりだとかいろいろ言ってたんですけど、どうなったんでしょうね。昨日と今日で何か変わりました。ちょっとね、心配ですね。そういえば今日歩いてたら雨、はい、雨車ばっかりでしたよ、道路が。はははみたいな。占領されちゃってたって、あるわけねえだろうみたいなね、もう今日は あれです、もうスーパー行ってください、全部アメリカ産牛肉になってますから。なるかみたいな。米屋行ったんですけどね、カリフォルニア米しか置いてないんですよみたいな。すごいね、すごいね、はい、もうそんなこと全然なかったですっていうか、アメリカがいないんだもんこれね。いないですね。そうでね、アメリカが今なんかその、アルミとかなんかもろもろ制裁関税を課すって言ってるんですけど、はい、うん、どうもね、ヨーロッパとか日本とか例外になりそうなんですよ、うん、でチャイナ以外全部例外っていう可能性が出てきて、あからさまにチャイナを狙い撃ち、対中国ってね、ことになるわけですね。なんかね、やっぱピーター・ナバロがだいぶ復活した、うん、復活したというか、もともといたんですけど、ピーター・ナバロが今存在感をすごい増しているみたいで、であのチャイナに対してですね、まあ、厳しい制裁を課していくんじゃないかと、ピーター・ナバロのロジックって非常に簡単で、あの2001年に WTO にチャイナが加盟して以来、全然その WTO にね書いてある精神、そういうの踏みにじってると、チャイナは全然やってねえと。例えばその、まず為替操作をやっていると、うん、それから違法な輸出補助金を出していると、うんうん、それからその労働者の権利を全然認めなくて、奴隷労働とか未成年の子供働かしたりとかめちゃくちゃやっていると、うんうんうん、でこういうのでアメリカの仕事がどんどんチャイナに奪われているっていうのがピーター・ナバロのまあロジックなんですね、うんうん、だからそういうのに対してやり返すときはもう結構無茶なことやってもいいんだと、うんうん、向こうが WTO 違反ならこっちも WTO 違反ということで、あんな WTO 違反スレスレの制裁関税を課そうと、スレスレっていうかもう多分WTO 違反なんですけど、ええ、でチャイナは WTO に提訴するとか言ってるんで、ここでバトルですよね。すごいですね。まさに貿易戦争の様相を呈してきたんですけど、はい、
いやまあ頑張ってでも日本が関係ないと思ったらもうあれですよ、ね、まあまあね日本多分例外になりそうですね、うん、あのであと TPP にアメリカ戻ってくる可能性非常に高くなってきたし、はい、あとまあこの米朝対立が終わった後は米中対立へと自然移行ですか、うん、そうですね、 そうですねそういうことだと思いますねですよね、はい、だってあの国防省の方針にも出ましたもん ね、 ねロシアとかチャイナあれだけ、ねねえー、いやアメリカの ね、 ねで中国は中国であれだけ朝鮮的なこともガンガン言ってますからね、はいもうアメリカに並ん で、 で、ね、アメリカを追い抜くみたいなことを言ってますから ね、はい、ですね新冷戦時代のスタートかなと、はい、でなんかマスコミの状況も似てますよ、はい、中曽根政権の頃なんか見てください、うんはい、もうマスコミはもう、与党批判一色うん、ね、で無責任野党がいてピーチクパチクわけわかんないことやってるということですよね、はい、ということで、まあ、世界情勢ですねもろもろ変化している中でですね日本はくだらない話を未だにやっているという大変嘆かわしい状況であるということで、はい、来週は変わってんですかね来週に期待するということでまた来週